はい、今回は人生においてどうにもならないことがあるが、大人の人生どうにでもなるかもしれないという件、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。ちょっとですね、なんていうのかな、雑談っていうわけじゃないんですけど、もちろん真面目な話なんですが、重いような、難しいような、実はなんかわからない、そうでもないような、そんな話を、ちょっと真面目に話していこうと思います。数日前にですね、職場の、人にちょっと言われた話で、僕はちょっといろいろ思ったなっていう、話なんですよ。別に特に、何がとかっていう話ではないんで、お伝えして何か思っていただけることがあれば何よりかなって思う話を今回お伝えしていこうと思います。僕は前もお伝えしたことあると思うんですが、YouTube させてもらってるんでね、もちろん当然、YouTube の時は、話しますけど、職場では全然話さないんでね、お地蔵さんとかって言われてるんですけど、職場で、結構話す、女性の方がいらっしゃるんですよ。ただ僕はずっとその話を、何を言われてもずっと聞いてるだけなんで、もちろん言い返したりも しないですしね。その人になんか、なんか、喉の調子は悪いけど、大丈夫？あなた全然話さないのに、なんで、喉の調子が治らないの？とかって言われたから、いやー、なんでしょうね。ちょっと調子悪いんですよ。とか言ったら、不思議だわね。とか言ってね。僕は仕事場でね、職場で YouTube してるって言ってないんでね、まさか、この意気揚々と話してると思われていないんで、そんなことは、いいんですけど、その話はちょっと置いといてっていうことで、職場で一緒に働いてる、女性がいるんですよ。ちょっと名前を言うとよくないんで、M さんっていうことでね、M さんと定義しますね。で、その M さんが、いろんなことを、話してくるんですよ。で、さっき僕言いましたけど、仕事場では仕事してるがね、仕事がつまらないなと思いながら、大体無言無口なんでね。で、その、M さんにも、全然話さないねとかって言われるんで、はいぐらいしか言わないんですよ。そしたらなんか、お地蔵さんみたいだねとかってね、なんかからかわれたりするんですが、そんなこと言われても別に何も言い返さないんですよ。で、その M さんがですね、なんかの表紙に、話しかけてきたことがあって、いやー、この話はちょっと厳しいなと思った話があるんですね。僕に対して厳しいなとかではなく、この話そのものが厳しいなとかって思う、人生っていうか、人の人生ってこうかなとかってね、思う。もうちょっと言うと、こういうことかなっていう、 M さんの確かお姉さんだと思うんです。妹じゃなかったと思う。お姉さんだと思うんですが、で、僕が、その話を聞いた率直な感想ね、この後にその M さんが話してきた話をお伝えしますが、僕の率直な感想ね、を言うと、これは無理だなと、思うっていうことです。で、時期の問題があるんで、悩んでも仕方がないことで、悩む結果、物事悪い方向に進んだんだろうなと、そしてそれで、人生が決まったんだろうなと、そういったことを、聞いたんでお伝えしていきますね。この M さんっていうのは、ご兄弟っていうかがいらっしゃるみたいで、確かお姉さんだと思うんですが、お姉さんがいるって言ってたんですよ。M さんにはお姉さんがいるって言って、お姉さんがいるだけだったら、そうかなっていう、それだけの話じゃないですか。ただその M さんが言うには、そのお姉さんっていうのは性格が歪んでると、人格が歪んでると、そんなようなことを言ってたんで、人間いろいろありますから、大人になる過程で歪むこともあるでしょうし、いろんなことがあるんだろうなと、僕も歪んでるなと思うんで、そのことは別に思わないんですよ。で、聞いたわけではないんですけど、その M さんがおっしゃるには、その歪んだお姉さんがですね、生まれる前に、一回お母さん、M さんのお母さんが、一回流産してるっていう話をされていたんですね。だから、M さんっていうのは、どうなんだ、二人姉妹なのかな、二人姉妹で、その二人姉妹の他に、そのお姉さんの上に流産された方がいらっしゃったっていう、ことみたいなんですよ。流産したのは女性なのか男性なのかっていうのは分からない、そこまでは聞かなかったんですけど、そういった方がいらっしゃったっていう話なんですね。で、こっからなんですよ、本当に、心痛むなっていう話は。
その M さんのお姉さんが、そのね、流産さ、M さんもその話をご存知なんで、M さんのお姉さんもその話をご存知なんでしょうけど、その親戚か何か、家族か親戚か何かに、その M さんのお姉さんの、ね、上にいた流産されてる人の話を、まあ、聞かされたことがあったらしく、まあ、その流産してしまった方はね、まあなんかいろいろ良かったとか、頭が良かったのかなんかわからない、流産だからわからないですけど、なんとかだったとかっていうことを言われて、その話を聞いて以来、M さんのお姉さんは性格が歪んだらしいって。まあそれは歪むわなって、人生においてどうにもならないことがあるって、まあ僕はこういうことなんじゃないかなと思います。だってあのね、その M さんのお姉さんからしたら、僕は全く他人ですよ。まあね、M さんも一緒に働いてるんで、別にそんな他人ですけど、まあ、他人っていうのも失礼ですが、まあ同僚ですけど、M さんのお姉さんなんて全く知らない他人なわけじゃないですか。だけど、自分が生まれる前に、その流産した話を、まあ、聞かされて、おそらくですが、多分何か比較されたんじゃないかと、まあ、僕は話を聞いていて思ったんですね。だから多分その人格的に歪んだとか、うん、っていうことを思ったんだろうなと思って、まあ、僕は話を聞きながらね、下を向いていたんですけど、そしたら M さんが僕にね、突然言ってきたことが あり、その M さんのお姉さんと僕ね、まあ、僕っていうのは、まあ、管理人って言いますね、 M さんのお姉さんと管理人はまあ似てるっていうことを言ってきたんで、まあ、どこがまあ似てるのかなと思って、まあ、どこが似てるんですかとか言ったら、うん、私の姉も太ってるし、あなたも太ってるから、太ってる者同士だねって笑ってたんでね、うん、別にあんまりおかしいことじゃないと思うんで、まあ、僕太ってますけど、まあね、180センチで100キロぐらいなんで太ってますけど、まあ、別に、うん、まあ、何かなと思うんですよね。この話って多分ですけど、まあ、M さんはそれを口にしなかったけど、僕はこういうふうに勝手に自分で解釈したっていうことなんですが、おそらく僕もそうですけど、内側に持っているものとこの M さんのお姉さんが持っているものが似てるんじゃないかと思うんですね。で、僕は別にもうね、大人になってるんで、まあ、それ M さんのお姉さんも大人だと思いますが、別にこういった話を、まあ、何かの時にはしますけど、別に今ではもう、まあ、どうも思ってないっていうか、うん、っていう話なんですよ。で、僕もその M さんの、お姉さんがされたのかどうかわからないけれど、まあ、子供の頃よく親にね、こういうことを言われていたんですよ。僕の親っていうのは何かにつけて、まあ、僕と、まあ、他人を比較するんですよ。誰々さんはね、まあ、誰々さんの子供は成績がいいとか、まあ、誰々さんの子供は習い事をしてもね、いいとか。で、僕はもうどうかな、多分40年ぐらい前のことなんですけど、今でも僕覚えてることがありまして、僕はね、皆さんにお伝えしたことがあるんですけど、自分で結構頭悪いと思ってるんですよ。で、別に勉強とかも嫌いだし、そんな学校とかも、まあ、まあ学校っていうか、まあそのいわゆるいい学校ね、いい学校に別に行く気もなかったんですけど、まあ、僕の親はね、僕をいい学校に行かせようと思っていたんでしょうね。まあ親の善意か だとは思うんですけど、で40年ぐらい前に僕ね、まあ、幼稚園生の時かな、幼稚園生の時塾に行ってたんですよ。うん、まあ、今でもあると思いますよ、そういった塾ね。うん、子供がよくあるじゃないですか、電車の中でなんかカバン持って、学習塾ですよ。まあ、いわゆるお受験をしようとするのかな、幼稚園か、まあ、小学校か、小学校にお受験をするとか、あるいは小学校から中学校にお受験をするとか。で、小学校の確かお受験の時だったと思うんですけど、まあ、その塾でね、問題があったんですよ。今でも40年ぐらい前だから覚えてるんですけど、で、まあ、2つのまあ問題がありまして、まあ、簡単に分かりやすく言うと、まあ、飲み物ですね、飲み物に例えばまあ缶ジュースに例えていただければ分かりやすいんですが、缶ジュースが2つ、あるわけですよ。で、まあ、A の缶ジュースっていうのは 250ml で、 B の缶ジュースっていうのは 350ml 入ってると、 A と B のどちらが容量が多いかっていう問題だったんですよ。僕は子供だったし、普通にですね A の方が多いと思ったんですよ。理由縦に長いから、うん、当たり前じゃないですか、子供なんだから。だけど他の生徒は全員 B と答えていたんですよ。 350ml の方ね、なんか容積がとかなんとか言ってるんですけど、う
子供らしくねえなって思ってましたけどね、まあ、今でも僕思いますけど、この話 してる今でもね、別にあの いじゃないですか、子供なんだから、あの縦に長いものが入ってると思う、そういうようなことを、あの、まあ、そういう生徒は、まあ、例えば勉強ができないっていうことを、まあ、言うと、で、まあ、その僕の親もそう、他人と比較して、なんでこんなことは分からないんだって、いやいや、分かってたら答えるわって、350ml の方が多いと、その時分かっていれば答えるわっていう話なわけですよ。で、なんで分からないんだなんて言われたって答えられるわけがないじゃないですか、5歳とかですよ。だからそういう教育方針っていうのも僕はおかしいと子供ながらに思っていたし、そもそもですけど、この M さんのお姉さんの話を聞いて僕思ったことがあるし、僕もそれは思うんですけど、その人と 人との比較っていうのは、別に何もその比較された子供っていうのがやる気になんてならないんですよ。言ってる大人っていうのはね、そういった人と人を比較してやる気を出させようと思ってるのかもしれませんけど、全く人の気持ちが分かっていない、と僕は思っています。だからこういうことがあると子供の頃って何もわからないし、何も言い返すことができないわけですよ。だからあの卑屈になったり、歪むんじゃないかと思うんですよね。で、僕はそういう、まあ、子供時代を過ごしていたんで、まあ、歪んだんでしょうね。今でもあの歪んだと思いますけど、最近はちょっと別に笑うわけじゃないですけど、あの歪みすぎてまっすぐになったかなとちょっと思ったりもするんですけど、でも僕はまあ自分で歪んでると、まあ、思ってるんですよ。こういったことがあったんでね。その M さんがお姉さんの話をしたときに、まあ、お姉さんも多分そういうことを思ったんじゃないかなと、まあ、勝手にまあ思いましたっていうこと で、で M さんはそういうことを言葉に、まあ、できないかしないかわからないですけど、お姉さんが歪んでいるっていうことと、まあ、僕の歪んでいるっていうこと、まあ、言ってしまえば目に見えないものなんでね、それを感じたのかもしれない。そして口で言ったのは、お姉さんと、ね、まあ、僕は2人とも太ってるからねって笑っていたっていうような、まあ、そういうことだった と勝手に思ったっていう、まあ、そんな話なんですよ。で、この話をして、まあ、どういうふうにあの思うのかっていうとね、まあ、別に、まあ、僕は別にそんなね、うまくいってるわけでも何でもないんで、まあ、あの毎日ね、まあ、宿泊して生きてますけど、大変だなと思って過ごしてますけど、でも逆を考えるとこうも取れるんですよ。子供の頃の人生っていうのはそういったことってのはどうにもならない、ことだと思いますが、逆を返して大人になれば人生どうにでもなるのかもしれないなっていうことです。だって大人になればね、それは大変なことありますよ。子供と違って、大変なこともあるけれど、自分の責任を持って自分で選択ができるわけなんで、大人になれば人生どうにでもなるかもしれない。ただしその際にですね、やはりどうしてもその子供の頃の、その歪んだ、まあ、記憶だったり経験だったり、そういったものがなんか邪魔をするのかなとかっていうことを、まあ、思いますっていうことでね。でこの M さんの、まあ、お姉さんの話じゃないですけど、子供の時にね、自分より先に流産した話を聞かされて、なんて答えりゃいいんだよって、思うじゃないですか。だからその、まあ性格が歪む、人間が歪むって、まあそういうふうにも思いますし、人生においてどうにでもならないことがあるなって、まあ人生においてどうにでもならないことがないっていう考えの人もいるんですけど、僕は人生においてどうにでもならないことがあるっていうことを思うんですよ。ただそういうことがあったから、その後ですね、ずっとあのね、つまらなく生きていく、そんなことはないと思うんですよ。どっかのタイミングがあってね、考え方を変えて、前向きに過ごしていけば変わるとは思うんですが、まあちょっと考えさせられる話だなと思いましたっていうことで、ちょっとまとまりがなかったんですいませんっていうことで、まあ僕はちょっと数日前に、あの思ったことということでお話ししてみました。まあリスナー様の何かしら、思っていただける点があれば、何よりですっていうことで、今回はここで終わりです。まあ今回の話っていうのはね、人生においてどうにもならないことがあると思いますし、逆を言えば大人になると大変なことがあるけど、大人の人生どうにでもなるかもしれないんじゃないかと、まあ、そういうことを、まあ、思ってるっていう内容をお伝えしてみました。何かご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。